こんにちは。 JATV ニュース宮田咲です。今日から二世ウィークですね。毎年8月に行われる二世ウィークですが、今年は8月13日から21日にかけて行われます。グランドパレードは明日日曜日午後5時半からです。お見逃しなく。さて、二世ウィークでは毎年二世ウィーククイーンを選出していますが、今日はもう一つ違ったビューティーコンテストの話題です。皆さん、ミスアジア USA というコンテストをご存知でしょうか。このコンテストは毎年ロサンゼルス近郊で開かれているもので、アメリカに住む17歳から28歳のアジア系女性が対象のコンテストです。今回日本代表としてロサンゼルスで活躍中の佐野由香さんがグランプリ決定戦に出場します。日本ではモデルや女優としてテレビドラマ、映画、舞台などで活躍した佐野由香さん。ミスアジア USA とはどんなコンテストなのか、そして由香さんの意気込みを聞いてみました。ご覧ください。ミスアジア USA は基本的にアメリカに住んでいるアジア人の女性の方が対象で、中にはサウディアラビアとか、インドとか、自分ではアジア人じゃないんじゃないかなっていう人たちも含まれていますね。コンテストはトラディショナルクローズっていって伝統的な服装とイブニングガウンとあと水着でコンテストをします。それとその前の日に、インタビューチェックといってその子のパーソナリティをチェックするインタビューも含まれます。だから2日間 の決勝戦になります。そうですね、もともとその映画とかやっぱり興味があって、どうしてもこの映画業界に携わりたいなっていうことで、そのエクステンションで映画の制作のコースをやっていたので、そこで少し短期間で映画のコースを学びました。今はLACC というコミュニティカレッジで映画制作のコースに専攻しています。自分でディレクトしたりとかライティングしたりとかキャスティングもしてすごく大変ですけども、とても生きがいを感じます。演技の方はもともと本当に興味があって、演技もずっとカリフォルニアに来てから勉強しています。中にはすごく有名な、例えばハルベリーさんたちが卒業されたイバナシャビックというスタジオで今は勉強しています。とってもちょっと違ったテクニックなので難しいんですけども、毎日楽しく頑張ってますそうですね、毎週日曜日ミスアジア USA は、歩き方やポーズ、それからダンスの練習、またプロフェッショナルなメイクアップの人たちやモチベーターによるスピーチなど様々なイベントに出ています。中には募金活動などのイベントも手伝っていて、今回日本の東日本大震災のチャリティーイベントも活動しました。私も地元が仙台なので、今回の地震ではお母さんの家族の方にちょっと被害を受けました。ミスアジア USA を通してチャリティーイベントに参加して他の国の方たちがとても熱心に活動しているのにとても心が温かくなりました。私も他の国の人たちがとても一生懸命活動しているのに心が温かくなり、小さいながらもアリトスマイルアラウンドワールドというノンプロフェッショナルオーガナイズの団体を立ち上げました。そうですね、毎日とても大変ですけども、私は私なりに充実した毎日を送ってます。やっぱりビューティーコンテストはお互いに競い合うだけじゃなくって、お互いに助け合うこと、それとチャリティーイベントなどを通してとても人間として素敵な女性になるいい経験だと思っています。アメリカではとても貴重な経験をさせていただいています。できるだけ演技の方にもっと集中して、演技をもう少しアメリカでやってみたいですけども、実は裏方というか制作の方にも実はすごく興味があって、日本に戻ったら自分でドラマ番組かもしくはテレビ番組を作れたらなと思ってます。8月20日土曜日、レドンドビーチアートセンターにて
ミスアジア USA の決勝戦が行われます。それに対して私も個人レッスンを受けたりとか、スピーチの練習を受けたりとか、それから衣装とか、とてもすごく忙しいですけども、充実に毎日送っています。日本代表の園優香です。ぜひ応援しに来てください。第23回ミスアジア USA グランプリは8月20日土曜日、レドンドビーチパフォーミングアーツセンターで開催されます。皆さんぜひ佐野由香さんを応援しに行きましょう。